お原ダムは、福井県勝山市、一級河川、く竜川、水系滝並川に建設されたダム。高さ35.5メートルの重力式、アーチダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、滝並川第一発電所に送水し、最大12,300キロワットの電力を発生する。福井県勝山市を流れる滝並川は、 石川県との県境にそびえる両城山地、関戸山、大町山に橋を発し、勝山市中心部でくず川に合流する、長さ約20キロメートルの川である。滝並川では、明治時代から、当時の電力会社、京都電灯によって、水力発電所の建設が進められ、1908年9月に、完成した、中尾発電所を川切りに、 1918年3月に木根橋発電所が、1919年4月には薬師発電所が完成している。これら3発電所は後にいずれも8 0 0ットに増強され、1942年に北陸配電に統合。戦後は1951年設立の北陸電力に継承された。 水力発電により人々に利益をもたらしてきた滝並川であるが、一方では暴れ川としての一面も持ち合わせていた。河川勾配が急で、土砂の流出が多いことが、下流を襲う災害の原因となっていた。1963年、福井県は滝並川上流において、砂防と水力発電を目的とする福井県営ダムとして、小原ダムの建設に着手し、 1965年に完成。形式は重力式アーチダムで、弧を描くように湾曲した形状が特徴である。小原ダム完成と、同年、滝並川第一発電所が運転を開始した。同年2月に木根橋発電所が廃止されたが、小原ダム及び滝並川第一発電所の完成により、滝並川の水力発電は、 大幅な出力増大を果たし、川が氾濫することもなくなったという。1990年代には、北陸電力とそのグループ企業である、日本開発電によって、下流の水力発電所の再開発が実施された。1992年7月に、中尾発電所と薬師発電所が廃止され、 代わって1995年5月に新薬師発電所が運転を開始している。2010年3月31日、福井県は滝並川第一発電所ほか6カ所の水力発電所と1カ所の風力発電所を北陸電力に譲渡した。現在、北陸電力は小原ダムに対し管理の効率化と安全性の向上を目的に、 ダム再開発事業を計画している。小原ダムではかねてより職員が一年中常駐して管理を行っていたが、山間部に位置することから、冬の常駐管理は困難であるとして、遠隔操作ができるように改修することでダムを無人化することにした。また、小原ダムは、洪水時に押し寄せる水を放流するための洪水破棄として、右岸に高さ7.5メートル。 幅6.5メートルの洪水破棄ゲートを一門備えているが、もし故障した際は一門しかないことが、あだとなって、放流に支障をきたし洪水時は、危険な状態に陥りかねない。このため、天馬部分にゲートレスの洪水破棄を設け、既存の洪水破棄ゲートは高さ5.3メートル、幅5メートルに縮小し、ダムに堆積した土砂を排出するための排砂ゲートとして、用いることにした。 この改修によって、設計構水量が220リッター、片メートル毎秒から230リッター、片メートル毎秒へと微増。常時満水位は、標高630メートルから628メートルに低下する。北陸電力は、ダムの模型を作って、設計を固め、2011年に着工、2012年秋の完成を予定している。 勝山市中心市街地から滝並川に沿って、国道157号を上流へと進み、途中にある小原の集落から林道を進むと、小原ダムに至る。ダム周辺は、一般の立ち入りが制限されている。ありがとうございます。